山月移住者の日記のもじゃまるです。ありがとうございます。こっちは日傘にもなる方なんですよ。はい、晴雨兼用、はい。で、こっちは雨専用で。ああ、ありがとうございます。さすが、即決力がすごいですね。ねえ、決断力のある男。ちょっとね、変わり種の面白いのありますよ。もしよかったらエンフォードジャケットというのをね、ご紹介させていただきましょうか。こちらですね。どうぞ。おしゃれな孝太郎さんにぴったり。これもあの私服みたいなアウトドアウェアっていう感じなんですけど、はい、これはあの河川の中綿が入ってますので、はい、アクティブな場面でももちろん使えますし、はい、停滞時に保温するようにも使えるんですよ。こんなもうなんかおしゃれなジャケットみたいな見た目なんですけど、ちゃんとポケッタブルになるんですよ。ここにあのファスナーがポケットの内側についてて、でこうクシュクシュッと裏側にやってもらうと、どれぐらいの大きさなの？あの500のねペットボトルぐらい。恵方巻きぐらいやな。でかいな。顎外れる。はい。じゃあこれでもアルプスとかこんだけ小さくないと持っていけるかもしれないですね。あ、そうですね。で、ここがポイントなんですよ、はい、こういう切りっぱなしの袖絶対寒いじゃないですか、はい、なんかこれちゃんとこうゴム状になってて、うん、ちゃんとここがあのキュッと絞れるようになってるんですよ。風も入りにくい。そうで、それをあのおしゃれのために外に出さずに内にしてるっていう。細かいな。細かいですね。これちょっと着てみますか。そうですね、着るだけただです。プリマロフトというね素材が。プリマロフト、プリマロフトは何ですか。これはプリマレフトゴールドプラスでしたかね。ゴールドプラスですね。はい、ゴールド。素材のなんかプリマロフトなんですかとか、うんうん、そんなん逆にあんまり聞かれないから名前まで覚えてなかったいやいや、あ、でもこれすごい分かる。あ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。マチギじゃないですか。もうかっこいい。かっこいいなこれ。いや、なんかね、ちょっとウィンドブレーカーチックやけどちょっと上品さがすごい。そうですね。なんかこの形はなんかこの素材感とかで、うんうんうん、このシルエット感でなんかすごい上質な雰囲気が一気に出ますね。これで山ウェアなんですよ。これでザック背負っててアルプされてたらめちゃくちゃかっこいいですよね。やばいですね、これ。やばいな、孝太郎さんやっぱおしゃれやなってなるかもしれないですね。これでインタビューされたほんまのなんか何かの司会者みたいな感じ。何かは分からないですけど。何かのね。褒め方が。だんだんあの褒めるのに限界があってグダグダって。結構かっこいいですね。あ、いいですね。うん。ほんまかっこいいんですよ。あ、結構ね、これ、あ、なんか、肩つけて、こうやって、肩つけて。おー、足もね、ちょっとこう、横向いて、こうですね、これが、こう、こっち向いてます。L 字立ちですね、L 字立ち。はい、こっからのこうですね。で、こう、舐めてきて、こう、かっこいい、どなたですか？あの、登山 YouTuber の孝太郎。こんなかっこよかったの。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。なんじゃこの夫婦は。すげえ接客しようみたいな。何ですか。そうなんですよ。で、海外のブランドのものなんですけど、はい、日本人が来た時に、はい、なんていうかこう着崩れない、はい、いいサイズ感じゃないですか、うんうんうん、それもあってお店ではこれをね今一押ししてます。そうね、これもアクティブインサイド。そうですね。まあ、ダウンウェアだとどうしてもそのね、あの歩きながら着ると汗かいちゃって、はい、でそれがダウン綿の縮小を招いて保温力低下、はい、これはまあそれが起きないよっていうやつですよね。フリースがあるじゃないですか。僕でも寒いから寒いこの上ダウンにしちゃうタイプなんですよ。ああ、そう寒がりなんで。あ、でもそういう方もここの襟がなんていうか、はい、あのフードがついてないんで、あ、そうそうそう、ここがあのもたつかない。あー、はい、フード周りがこういっぱいあるみたいにならなくて。でそうですね、それこそ、まあ、低山の冬とかであれば、うん、あのこれの下にパワーフーディーを着て、あ、でこれ羽織ったら相当あったかいです。そうですね、あ、はい、あ、そうか、これをあれです、ね、ダウンダーリーに使うみたいな。そうです、外にするのでもありやと思います。幅広い感じかな。あ、次ですね、はい、これもキープで。
買う方の気分。いやでも嬉しいですよ、こんなね、ここもう変なしょうもない冗談にね全部笑っていただけて僕ら本当にあのお客様にねお店来て笑ってもらえるってこれがもう一番嬉しいですよ。はい、一番嬉しいでございます。山道具ね、お買い物で楽しかったって言って帰ってもらったら幸せやね。買い物楽しいっていいよね。大太郎さん顔見てみよ、これめちゃくちゃ笑ってるよ。全然笑ってない。全然笑ってなかった。あれあれ。タイミングやろ。店長店長笑ってないです。さっき笑ってたわ。笑ってへんとこ抜けない。どうしようかな。でもこれも気になりますよね。あこちら。はい、お目が高い色がすごい、僕こういうからし、これもこのからし色着たらすごいおしゃれ感がすごい出て、あそうですね、これ今お店には黒と2色あるんですけど、はい、からしを選ぶあたりが、まあからし着てるもんなそれで押してないって言ったらあれやわ、びっくりするわほんまに。そうなんですよ、うん、からし着てるもん、すごいですね。これは、はい、これもあのフリースの分類なんですよ。あそうなんですね。なんで行動中の防寒着なんですよ。で私が今着てるこの何かメッシュみたいなスケスケのこれフリースなんですけど、はい、ちょっといいですか。はい、はい、内側が起毛してて同じだ。そうなんですよ、はい、同じ起毛で同じ起毛や、はい、はい、で外側がこういう風に抜けがいいようにメッシュみたいになってるんですけど、はい、これに、はい、まあ、重ね着しやすさとか、うん、あとはこれって本当1枚だと抜けるばっかりで、はい、結構なんていうか保温性高くならないんですよ。その上にウィンドシェルを着れるとかする。そうなんですよ、うん、なのでもともとこうある程度の防風性のあるシェルをくっつけて1枚にしてるっていうのが前から奥田気になったんですよ。このファッションチェックがね、旅にね、感度高い人奥田気立ちっていうのを素晴らしい。奥田来てます。奥田来てますね。なんか奥田とポーラテックアルファのなんかその違いみたいなとかあるんですか。奥田の方が断然乾きとか抜けはいいと思いますね。これはもうまあ、個人の着た感じとかもありますけど、奥田の使ってる分厚さとかにもありますけどね。まあそうですね、私がめちゃくちゃ汗っかきなんですよ、はい、で普段だったらこういうフリースとか着てたら、はい、逆に濡れちゃって、まあ、汗冷えするみたいな、はい、逆効果系が多いんですけど、はい、これの場合はある程度汗かいても、はい、とにかく抜け乾きがいいんで、その冷える前にある程度も乾かしてくれる、汗かく前にある程度抜いてくれるっていうのがちょうどいいんですよ。そのスピードはやっぱ奥田は早いですね。早いですね。あとこうすごい汗かいてるはずなのに触ったら乾きが早いんで、なんかもうさらっとしてるみたいなね。そうそうそう、この滝汗族の族長って言われてるこの方で乾いてるんですからね。そうなんですよ。そうですね。族長が乾かす機会になってきましたねそうですね、族長のドライウェア、族長のドライウェア、はい、時代が変わったな、ほんま。ちょっとこれ着てみたいですけど、はい、ぜひぜひ。ちなみに高太郎さんは滝汗族ですか。いや僕そんな滝汗族じゃないです。あ違うんですね。でもそんな方にも適度な保温を与えてくれるので。そうですね。サイズですね。はい、アクシーズクイーンエレメンツというブランドはサイズ表記がちょっと変わってて、はい、1,2,3,4,5 って漢数字なんです。和の感じを出してますね。和の感じすごい。そうなんですよ。ここのブランドは、はい、その日本の古道歩きとか、はい、なんだっけ、なんとか街道とかあるじゃないですか。なんとか街道、なんとか歩道とか歩道とか、なんですか、なんか東海道自然歩道とか。そう、それが言いたかった、うん、関西にもねちょっとつながってる道が結構あると思うんですけど、はい、ああいうとこって、まあ、こういうグイングイーンっていう山道っていうよりかは、はい、ちょっとこう山の中をこう散策するような、あエレメンツはそういう感じですね。そういうのをイメージしていて、はい、でこの3っていう、ちなみにこの囲われてる3は、はい、男女兼用の M を示していて、はい、基本は XS から XL までの展開となっております。あ、分かりました。あ、はい、じゃあ多分僕 M っぽいんでちょっと着させてもらっていいですかね。はい、はい、ありがとうございます。これはどういう保温的には薄手のフリースみたいな感じですか。そうですね、なんですけど、はい、まあ、いわゆる薄手のフリースよりも軽くてコンパクトになるっていうのがいいんですよ、はい、あーなるほどね。あ、そこか。そうなんです。なんかフリースって念のため持っていこうっていう時に持つには結構邪魔くさくないですか。結構
パツイって何ですか。ちょっと申し訳ない、こういう感じなんかちょっと突起が浮いてるでしょ、突起が浮いてる、これどんだけ乳首の主張がすごい。ちょっとこれね、サイズびっくりした、びっくりした今。いや、あのベース来て、はい、フリーすぎて、はい、あの乳首出るかっていう、びっくりしました。俺前相当天まで歩いててね、フリーすぎて乳首出てるおっさん、ソフトシェル来て乳首出てるおっさんだったんですよ。すげえなーってちょっと、ね、思ってたんですけど、まさか自分がそんな感じなんだ。あれで僕でこれ3なんですよ。あ、そうなんですか。高田さん僕よりちょっとこうがっちりされてるじゃないですか。4がいいかもしれない、ね、身長も大きいからな、うん、身長も高いのでちょっと4がいいかもしれない、はい、4ってみましょうか。ちなみにこちらの状態でも今恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、よらって好きやもんな、そういうのちょっと面白かった。これはモテへんわこれ。いやいやいや、でもあ、それ良さそう、それ良さそうですよ、それめちゃくちゃいいです、こっちがかっこいいですよ、うんうんうん、あ、そうですね、ここパツかったっすもんね、血は入ってパツか、そうですね、ですね、だいぶパツってましたね、パツってました。あんまりお客さんにパツってるとか言わないですよ、うん、それはもう高田さんがパツってるって言ってたから、ね、そうですね、うん、普通はね、ちょっとビチついてるぐらいで、こんな感じですかね、こんな感じですよ、ポケットもあるし、こう下からも開けれて、ね、はい、みんな大好きな、ね、はい、これもできます。みんな大好きダブルジッパーね。はい。やっぱここってやっぱりここのね、ちゃんと後ろがちゃんと長いっていうところにこだわってますよね。そうですね。うん、なんですけど横向いてください。鏡見てください。横のこのおしゃれカーブがもういいですよね。あ、計算されてる。そうなんです、このおしゃれカーブがあるフリースってなかなかないですよね、はい、あ、ほんまやな、だいたい直線でつながってるじゃないですか。そうかそうか、結構ファッションデザイナーの人がなんかやってるみたいな勢いがありますね。そうなんですよ、わー、これいいな、いいですね、やっぱその何とも言えない黄色、黄色と、なんそうそうそう、何とも言えないこの黄色出すのが難しいですよね、おしゃれ感出すの。そうで、この黄色も名前がカラチャっていう、カラチャカラチャってカラチャっていう、ちょっとそういうあの色の名前すらもちょっと和で言ってるんですよ、はい、ちなみにじゃあ高太郎さん、色の名前クイズです、はい、このお色、このお色名前何でしょうか。これはベーシロ。あ、ベーシロありそうですね。ベーシロとかありそうですよね。あ、でも近い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 。結構いい色言ってきたよ。悪色です。悪色です。悪色。あのお鍋して上に浮いてくる悪あるじゃないですか。はい、あの色っていうので悪色なんですよ。すげえ汚いもんだと。すげえ。でもよく見てください。あの悪色そのものでしょ。そうですね、はい、こんな色のやつね出てくるじゃないですか。そうそう、豚肉とかね、豚肉とかね、そうなんですよ、これ。そうね、あ、その悪で合ってるんですか、これは。合ってます。あ、なるほど、はい、漢字でそういう字を書くんですよ。ああ、そうか、ちょっとね、そんな名前が変わったお色を起用しているのがアクシーズクイーンですね。あ、はい、これはやっぱこんな私服とかでもなんかあれですね、ちょっと僕はもういけないですけど、合コンでもいける感じのあ、いけると思います。いけますね、ちょっとおしゃれにね、色使いする人は結構モテますよ。この人はおしゃれだなっていう。そうですね、真っ黒な人よりもちょっとこうポイントカラー入れてる方がおしゃれですから、ね、まあまあそうだね、うん、そうかそうか、だってこの帽子とすごいなんか合ってますね、紅葉カラーにすごいハマってて、はい、このパターンがあっていいですね。ねえ、焼き芋みたいな、焼き芋みたいな、焼き芋みたいな、それで焼き芋か買い回してないよ、でもめちゃめちゃ受けてあるじゃないですか。そうですね、焼き芋かね、焼き芋ね、購買意欲はそそないです。食欲だけですよ、焼き芋。ほら買いましょう、ほら行ってみよう。高倉屋さんだけですね。確かに。あー、そうですか、はい、これはちょっと薄手の雰囲気か、でもだから真冬のテイさんとかちょっと心もとない部分があったかもしれません。どうですかね、まあ、あとは中のこのアンダーとベースレイヤーの調整の仕方ですかね、うんうん、でもスピードハイクとか全然いけそうですね。あ、バッチリですね、うん、なんでまあ普段のウェアのこう調整で、はい、まあ、ちょっと今日心配やなっていう時に、はい、まあ、夏でも秋でも冬でもこれを1枚、うん、もう畳むとこんな小ささになるので。そうかそうか、この膝こうクッション合います。どういうこと、はい、このぐらいのサイズになるんで、まあ、ほんと隙間にちょちょちょっと入れておけるっていうものですね。あ、
で、なんか言ってた、これ結構、あでもこれザックのコスレとかやめとった方がいいですよ、さっきのやつ。あ、いいですよ。いいと思います。あの結構僕、ザック、大型ザック背負うと、んはいはい、コスレ破れとか、肩にたまに、ウェアに。あー、はい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 。その辺がちょっと柔らかい感じの生地なので、はいはい、心配するんですけど、その辺どうなんですか。でもこれ自体もともとは1枚生地でウィンドブレーカーみたいな感じのそのウィンドシェルに使われてる生地なんですよ。ああ、そうなんですね。なんで基本的にはそういうあのなんていうか一番上に来て、はい、ザックとのちょうどこう当たる部分に来る素材として使われてるものなので、はい、そんなに気にしなくていいかなとは思います。大型ザックでもいけると。あ、じゃあアルプスにも持っていけると、はい、これな、万能性でいうかこれやな。うん、そうですね、いろいろご紹介させていただきましたが、今のところこれが結構気になられてると。そうですね。あと登山のパンツって結構地味になりがちなんで、黒とハイブレとか、はいはいはい、色があるんで、この上で遊べる感じが、うん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 、上からこうハードシェルとかこれからの時期羽織ると思うんですけども、うん、そういった時に中にこうチラッと見えるこのからし色がね、そそるな、ほんま商売上手やん。いやいいでしょう。あとおでんとかこうねつけたくなるみたいな。急に商売ベタや。冬にね、大根とかとかね、ちょろっとつけたくなっちゃう。ちょっと間違えてまうかもしれない。おでんのからしがついても大丈夫。大丈夫です。それは大丈夫です。あ、まあちょっと似てるんで大丈夫です。セルフでもう持ち直してるじゃないですか、購買欲を。セルフでセルフでどんどん買いに行ってる。なんか俺ね、なんかいい服つけて、いい服ね、なんかね、ちょっと気に入ってる服だったら、ポケットか親指にちょっとカッコつけがちなんですけど。あ、これは。なるほど。本気で決めに行って。ちょっとなんか、ちょっとこんな感じでね。あー、ここね。これやっちゃいますよね。これやっちゃいがちなんですけど。ちょっとメンズノンノっぽくなっちゃう。あー、確かに、ね。ほんで足はこれですよね。この横開きですよね。あー、ちょっと L 字がち。はいはい。L 字がちで。L 字がちですね。L 字がちって何？ L 字がち、いいですね。L 字がち選んで。友人がちはどんどん新しいワードが出てきます。じゃあちょっとこれにしちゃおうかな。はい。お、ちょっとついに大物決まりました。そうですね。いや、もうオクタがすごい前から気になってるのと、はい、すごく僕のカラーにちょっと合うかな。おお、そうですね。いいですね。とこれから万能に使っていけるかな。はい。ちょっと購入させていただきます。ありがとうございます。じゃあ孝太郎さん、これありがとうございます。ガイガイス。いい感じですね。いいですね。では続きまして行きましょう。続きましてですね。でもいいんですか、時間大丈夫ですか。あ、時間は、はいはい。私らはちょっとほんま。なんか気になっているものあればぜひ見ていってくださいね。この防風性、これどこね、これもアクシーズクイーンか。アクシーズクイーンすごい手に取られてますね。もうなんかあんまりね、見たことないですね。あ、真剣に見たことないんで。そしてこれは風切るグローブ。はい、風切るグローブそのままなんですけども、はい、風を切るような環境下でも防風してですね、で操作性を高めるために非常に薄くなっていて、はい、かつ特徴的なのはこちらなんですよ。ここ触ってみてください。穴が開いてるんですよ、ここ。はい、これ何の段？これは先ほどされていた登山用のスントのあのベクターあれじゃないですか、はいはい、あれが出せるんですよ。ああ、そうか。はい、時計が出せる。ちょっとこっちやったら寒なりますもんね、出し方。そうなんです、そうなんです。そうですね。でもちろん出さなくても全然そのまま使ってはいただけるんですけども、はい、その場合は少しこの手首の上の位置まで生地が来るので、はい、防風性が非常に高くなっているんですよ。あ、なるほどね。このインナーグローブあんまないんですよね。ぜひよかったらはめてみてください。これはね、ピタッとフィットした方がいいですよ。あ、なるほどね。この親指と人差し指のところ見てください、はい、スマホタッチ。おお、出ました。はい。翔太郎さん確かヤマップアンバサダーでしたよね。あ、そうなんですよ、僕ヤマップアンバサダーですよね。すごいアンバサダーなんですよ。そうですよね。そのヤマップをタッチできるんですよ、これ。あ、なるほどね。はい。あ、結構ね、こうやって大きくしたり小さくしたりするじゃないですか。もうできますね、自分の位置も。あ、そうかそうか。そういえばお二人もヤマップアンバサダーじゃないですか。そうなんですよ、私たちもヤマップアンバサダーなんです。すごいな、すごいな。1対2じゃ勝てんな、これ。そうなんです。あ、これでもいいな。なんか
夏のアルプスとかでちょっと寒い時って暴風とかで使えるんやったら。あ、そうなんですよ、あの、うんうんうん、手のひら側は、はい、ちなみに暴風じゃないんですよ。あ、はいはい、だからちゃんと熱は抜けるんだけど、はい、でこういう風になってると基本こっち側外側が風を受けるじゃないですか。こうストック持つのもこういう感じで。そうなんですよ、そうですね、うん、なんでこの外側だけ暴風になってるんで、はい、割と長い季節使えます。はい、買います。おー、ありがとうございます。爆買いやなこれ。ちょっとね、これでお会計します。本当に、あ、はい、ありがとうございます。楽しい接客ありがとうございます。いや、こちらこそ、こちらこそたくさん見ていただいてお預かりいたします。はい、しっかりと畳ませていただきますね。はい、少々お待ちくださいませ。これなんですか。これはですね、あ、お目が高いですね。何ですかこれ。マナーバーと言いまして、はい、これ実は鎌倉の方でですね手作りされている行動食なんです。ご当地行動食。ご当地、日本です。あ、日本、ご当地、はい、ご当地ご当地なんです、はい、ここ見てください。全部英語表記なんですが、はい、実はジャパンと下に書いてるんですね、ここ。あ、本当だ。はい、でこれ手作りでグルテンフリーになってるの、白砂糖を使っていないので、はい、運動中のですねこの気だるさ、グーンってこうね、白砂糖を取るとこう気だるくなっちゃうと思うんですけども、はい、あれが起きにくいと。で一番のポイント言いますよ、はい、口がパサパサにならないんです。おー、出た、一番大事な。そうなんですよ。例えば、まあ、なんだっけ、あれ、カロリーメイト。はい。なんか食べた時、ちょっとこう、口パサパサになっちゃって、はい。あ、じゃあ水を飲もうと。はい。で、水を飲むけど、水飲んだら尿意を催すしなって、こう、心配されてる方結構いらっしゃるんですよ、実は。そうですね。そんな方に、これ、口パサパサにならないんですよ。これもいいな。それで、味見てください、これ。はい。味ですね。この表側、すいません、失礼します。こちらですね。はい、これ、ダブルレモン。ダブルレモン。はい、チューハイみたいですね、これ。これノンアルなんですよ、これ実は。これノンアルなんですよ、これで。これに入ったら、アルコール入ったらえらいですね。これ酔わないバーです。あ、そうなんですね。はい、まあさっぱりするんですよね。はい、レモン系なので。はい、でこれ生半からさっぱりじゃなくて結構さっぱりします。あ、そうなんですね。なんで一番こう僕たちがおすすめするシーンとしては、はい、今からこの急登登るぞっていうその前にですね。はいはいはい。食べていただくとさっぱりとした気持ちで、はい、踏ん張りエネルギーになると。ほんでこれちっちゃいポイントなんですけど、いいですか、はい、ここ切り口ついてるんですよ、はい、ここに、はい、裏向けてください。こっちもこの下もここにも切り口ついてます、はい、だからノールックで開けても、あ、そうか、関係ないですよ。4つあるんです。すげえなこれ。あ、そうか。なんかね、もう、風とかで雨風打たれて疲労困憊の時とかやったら、はい、探すのちょっとしんどいじゃないですか。そうなんですよ。手袋も乱芸であれやったら、はい。そういう極限な状況でもこう考えられて作られてるっていうことなんですね。そういうことなんです。さあ、コータル・ジャクソン、これをどうされるのか。これおいくらですか。これはですね、ちなみに324円です。324円ですね。はい。じゃあ、すみません。これを、はい。出せていただきます。ありがとうございます。爆買いじゃないですか。もうこれがなくなりましたね。売り切れましたね。はい、いいんですよ、まだ入ってきます。入ってますんで、あ、またね、これ。そうですね、なんかちょっと寄った際にね、そうですね、ご当地っぽい感じがあれば、はい、ちょっと ねこうお土産とかもいいですね。ここでしか買えないそうですね、あるんで、はい、これね、でもオーダーしてからね、そのままそこから作り始めるらしいんですよ。なので賞味期限がモスバーガーと一緒じゃないですか。モスバーガーです、これはもうモスバーガーと同じです。あ、そうなんですね。はい、なのでそこから作るので、手作りなんですけど意外と賞味期限が長いんですよね。ああ、そうか。はい。22年5月。5月まであるので。約半年。ああ、そうか。はい。ちゃんと考えられて作られてますね。じゃあこれちょっとすいません。いただきます。ぜひ、はい、高尾さんで試してみてください。はい。ありがとうございます。いいですね。はい。1、2、3、4、5、6、合計6点になっております。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では計算が済みました。はい。あ、これプラス足して、はい、はい、足しました、はい、早っ。ではおこちらでございます。なかなか買いましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。全然全然いや、まあ、せっかくやしまったね。いや、でもテンション上がるな、買い物気持ちがいいわ、買い物したら。すごくこちらも楽しませていただいたので、クラフトコーラ1杯プレゼントしたいと思います。もう3杯飲んでます。ありがとうございます。あと、今日弁当ごちそうさまでした。あ、いえいえいえ。とんでもないです。とんでもないです。本当、それは本当ありがとうございました。こっちにしましょうか。いや、本当にこの、結局3日間いてくれましたよね。そうですね。はい、3日間、伊豆の修善寺に来ていただいて、
最後にこんなお買い物までしていただいて、すごい笑いもいただきまして、はい、いやこちらも本当にね、楽しい動画いっぱい撮れて本当に助かりました。いやいや、ね、いろいろとお世話になりました。本当とんでもないです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ステッカーもいただけるんですか。はい、はい、ありがとうございます。何かに貼ってください。これ嬉しいな。はい、買い物終わりました。ありがとうございました。いや結構買いましたね。いやーもうありがたいですよ。いや今日買える電車賃とか大丈夫ですか。大丈夫ですか。ギリギリ。あ、大丈夫ですか。あのダメだったら20分後かっこ悪く電話しますね。すいません、金ないんで。いやもうこれからね、孝太郎さんが動画であれを身につけてくれると思って、はい、めちゃめちゃ楽しみ。嬉しいです。そうですね、はい、またちょっと使用感とかね、はい、まあ、こういう時になんかそのおすすめとか、うん、どういう時におすすめとかちょっと詳しくレビューできたらと思います、はい、もう逆にこういう時は注意してきてねみたいなのも、うん、ぜひぜひ言ってもらったら、はい、あ、そうですね、はい、わかりました、じゃあね、三角スタンド、すごく楽しいお店なんでね、全国各地から訪れていただけたらと思います。三角スタンドのリンクはですね、はい、概要欄に貼ってますんで、ありがとうございます。よかったら見ていただけたらと思います。お願いします、はい、じゃあまあそんな感じで、ほな、さいなら。